アンドレア・ポンピリオアンドレア・ポンピリオは日本を中心に活動するラジオパーソナリティ、ナレーター、司会者。父はイタリア人、母は日本人、国籍はオランダ。愛称はアンディ。自身で企画制作会社を運営し、プロデュース業務を手掛ける傍ら、放送メディアやイベントで活動している。東京都生まれ、イタリア人の父と日本人の母を持つ。 東京都内のインターナショナルスクールで学生時代を過ごした後、イタリアに渡る。ローマの高校を卒業した後、コミュニケーション分野と舞台装飾を専攻する傍ら、日本のマスコミにイタリアのレストランや文化に関する情報を配信する。日本に帰国後、国内外のファッションブランドや企業に関するイベントプロデュース、PR、マーケティング等の業務を手掛ける傍ら、 イタリア放送協会の裏日本ドキュメンタリーの進行役などを務めるなど、海外のマスコミ、報道機関の仕事に携わった。その人柄や多言語コミュニケーション能力を買われ、2005年、東京のラジオ局 JWave のナビゲーターとなる。6年半にわたり、ナビゲーターを務めたワイド番組マデイスタでは、海外の延べ11都市に所在するラジオ局からの生放送企画。 ワールドウォークエディションを行い、とりわけ、BBC ラジオ1から日本へ向けての生放送を、行った初の DJ となった。ABCDE プロフィールマイナスアンドレア・ポンピリオ、公式サイト、NHKBS1、地球テレビエルムンド司会、アンドレア・ポンピリオ。読売新聞。2012年3月25日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2014年1月16日閲覧、読売新聞2011年12月12日記事より、朝日新聞2011年8月3日記事より、ありがとうございます。